バビディ、どんなやつだろう。よし、急いでお父さんたちに追いつこう。あれ？いえ。何？いえ。なんと。はい。いえ。はい。もうここまでだ。
なんと。誰か言っぞ。あいつがバビディっていうやつか。いえ、違います。誰か出てくるぞ。ダーブラ、バビディのやつ、暗黒魔界の王まで手の内に入れてしまったのか。え、ダーブラ、どっち出ておうか。そうです。ということは
あのちっちゃい方が魔導士バビディなんですか？そうです。力は全く非力ですが、恐ろしい魔術を使いますので決して侮ってはいけません。バビディの一番恐ろしい魔術は、相手の心の中の悪や欲につけ込んで思いのままに支配をしてしまうところだ。だから私たちはお前たちのように心に悪を持たぬ者しか戦うことはできんのだ。ほうほう、こいつに満タンのエネルギーなの？よくやったね。これで魔人ブー復活にかなり近づいたよね。これでもうお前たちは御用済みだよ。ぷいぷい。はい。さーて、ダーブラ、やっぱし僕の計算通りヤムーたちはたくさんの餌を連れてきたようだね。ずっと昔、僕の親を殺しちゃった海王神と一緒に。海王神とキビトのエネルギーは使えないとして、3匹ほどは素晴らしいエネルギーを持っているようですな。あの3匹以外のクズをお掃除して宇宙船に戻ったら、やつら必ず追ってくるよね。そこでエネルギーを吸い取るのが一番確実だよね。なるほど。そうだ、海王神はお掃除しないでね。海王神はこの僕が後でじっくりと始末してやるんだ。わかりました、バビディ様。じゃあ任せたからね。はっ、さてやるか。キビト、くそなわっ、うわっ、しまった。クリリン、ピッコロ、触ってはいけません。二人は石にされてしまったのです。ダーブラが死なない限り元には戻れません。なんだ、あるんじゃねえか、そんな簡単な方法が。とっとと帰るんだな。バビディ様には誰も逆らえんのだ。行くぞ。お待ちなさい。行こう、お父さん。やつを倒してクリリンさんとピッコロさんを助けなきゃ。当たり前だ。なんだここは。やけにさっぱりした部屋だな。気をつけてください。何か罠があるのは間違いありません。あなたたちにだけ何も攻撃しなかったのはどう考えてもおかしい。悪いな、俺たちはじっくりと待つのは苦手でね。バビディ様がおられるのはこの一番下のフロアだ。ただし残念ながらこの俺を倒さなければ下には行けない仕掛けになっている。つまりお前たちはここでおしまいということだ。いや、多分そんなことはねえと思うぞ。誰からやるんだ？ここは公平にじゃんけんでいきましょう。まあいいだろう。よし、行くぞ。じゃんけんポン。アイコでしょ。お、よし、まずは俺からだ。
一人で戦う気なのですか？当然だ。あんな奴一人で十分だろう。こいつは本格的なバカだぜ。さっきも言ったが、ここからはもう逃げられんぞ。お前たちが受けたダメージはエネルギーとしてこの部屋が吸い込み、魔人ブー様の封印された弾に行くようになっているのだ。それを聞いて安心したぜ。さっさと貴様を倒せばエネルギーは奪えないってことだろう。そういうことだ。だが残念ながらそんなことは不可能だな。おしゃべりはここまでだ。早く済ませちまおうぜ。かかってこい。おっと、宇宙船を壊されちゃたまらないからね。パッパラパー。あ、何が起こったの？どこ？ここ。バビディが魔法で部屋を変えてしまったのです。多分あの戦士にとって有利な場所に。それがどうした？さっさと終わらせてやる。それはこっちのセリフだ。はっはっはっ、ヤリック砲、スナイプショット、覚悟しやがれ。あれれ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 バビディの野郎、つまらん相手をよこしやがって。お、見ろよ、額行く穴が開いたぞ。エレベーターってやつみてえになってんだ。そんな、これほどまで。
なんだよ、またさっきと同じような部屋じゃねえか。お？シャーシャー、なんだかとろそうなやつだな。あ、あれはもしかして、や、ヤコン、魔獣ヤコンでは。勝負を早く終わらせるために、これからお前の大好きな真っ暗闇の世界、暗黒星に連れて行ってあげるからね。たっぷりとエネルギーをいただくんだ。グホッ、グホッハッハッ、どいつから食ってやろうかな。オラがおめえの相手だ。まず一匹、終わりだ。うるせえ、おりゃ。終わりだ！
この分だと魔人ブーというやつも大したことはなさそうだな。ただものじゃないよあいつら。いいです、わかりました。次は私自らが行って差し上げましょう。そしてたちまちのうちに魔人ブーの玉をやつらのエネルギーでいっぱいにしてみせますよ。ダーブラ、お前がやられたらもうおしまいなんだよ。賞賛はあるんだろうね。賞賛？私は魔界の王ダーブラなんですよ。私にパワーで勝るものなど全世界で存在しません。ダーブラ、ヤコンを倒しここまで来られたのは人間としては大したものだ。奇跡的とすら言える。褒めてやるぞ。だがここまでだったな。この私が相手をすることになってしまった。戦士たちの大誤算、迫る魔人ブーの復活。ナンバーワンの貴様がもうご登場ってことは相当焦っているらしいな、貴様らは。無駄口を叩くのはそれぐらいにしてさっさとかかってこい。貴様らまとめてな。ダメダメ、お前を倒すのは僕の番なんだ。なんだと？なめるのもいい加減にしろよ。バビディ様、戦いやすい場所に移動させてください。この人間に私の力を思い知らせてやります。わかったよ。パッパラパよし、早くあいつを倒してピッコロさんたちを助けなきゃ。